おやみきゅうたろうの生駒大好きぎゅうぎゅうぎゅう。さあ、やってまいりました。MC のおやみきゅうたろうです。そしてはい、アシスタントミセス武者のりょうかです。そしてどうも、相方のぶんたです。うおー、お願いします。ぶんちゃん、はい、2回連続じゃないですか。来ちゃいましたよ。なんで、はい、なんであんだけ俺ウェルカムやったけど、なんで来た来たで、ね、勝手にしてくださいよ。ほんまにほんまに。今回からですね、なんといつもエンディングでやらせていただいてた謎解きのコーナーから、はい、ミセス・ミサのショートネタコーナーに。すごいすごい。じゃあほんまに侵食されていくやん。ちょっと、でもすごいな。いや、ほんまにありがたい。リュウダ先月らが好評やったってことですかね。ですね。もうそういうことですよね。すごい切れた。そう思いたいですけれども。はい、あ、じゃあこの後に最後、じゃあエンディングでネタ披露してくれる。もうはい、はい、今日のロケにちなんだネタをさせていただこうと思います。そんなあれ、テーマ決めたネタまでしてくれんの？それそうです。毎回出てきて勝手なネタした意味は、すごいな。これでマジで M1 とか決勝でイコマネタなんかしたら、ねえ、ほんまですよ。そう、今日はどこに？はい、今日はですね、近鉄東イコマ駅、はい、降りてすぐのところにあるイコマ市立病院さんにお邪魔しまして、最先端技術を見させていただこうと思います。なるほど、最先端技術、医療の見学。はい、わあ、いいですね。ちょっと楽しみですよ、僕。ほんま見たことないです。ただ、僕ほんまこれ着るかちょっと悩みました。白衣ですね。まあ、今だけ多分病院は白衣、多分こんな白衣じゃないと思うんですけど。だいぶ馴染んでますね。ちょっと恥ずかしい。もう一回あるんで大丈夫です。さあ、じゃあ、はい、では今日も早速、生駒市のイベントを紹介させていただきます。生駒市障害学習施設エグゼクティブプロデューサーの木山さんです。こんにちは。木山さん、ミセス武者、ミセス武者の涼香さんと文太さん。はい、文太さん、ありがとうございます。爆笑ネタを期待してます。すごい、時間は短い。頑張ります。はい、また生駒のイベントを紹介させていただきます。はい、キーラーカエルさんのピアノコンサートです。はい、はい、去年も竹丸ホールでやっていただきまして、非常に好評で、はい、この天才ピアノ少年っていうすごいんですよ、この音色も、はい、曲も、カエルさん自ら作曲もされて、はい、もう作曲ももうすでに1000曲以上されてるということで、すごい才能を持ち主で、はい、去年に引き続き10月21日土曜日、竹丸ホール大ホールで行います。料金は3000円でございます。はい、チケット発売は7月16日から発売します。はい、皆さんどうぞお揃いでお越しください。はい、続きまして、今度映画のお知らせです。はい、はい、羽ばたき名画鑑賞会、これ毎年あの羽ばたきホールと、はい、せさらぎホール交互にやっておりまして、はい、今回は、今年は、ね、羽ばたきホールです。はい、なんと若い人には馴染みがないと思いますけど、はい、私たち世代には非常に懐かしい美空ひばり、エリチエビ、雪村いずみ、湯垣仁志、花はじめ、榎本健一、フランキー酒井という、まあ、日本映画黄金時代の面々が、はい、もう繰り出します。お、娯楽映画もう決定版です。入場料がたった1本500円。あ、はい、2日間行いますんで、はい、2日投資券が800円。あ、そうです。1本あたり200円ですよ。あ、いいですね。はい、すごい。日時は9月16日17日2日間でございます。はい、ビッタコミュニティセンター羽ばたきです。はい、チケット発売は7月8日土曜日から発売します。ぜひお越しくださいませ。はい、はい、落語会でございます。はい、竹丸亭2人で勉強会、小福亭千丸さん、月亭修斗さんのお二人で、落語たっぷり、はい、ご覧いただきましょう。9月の10日、14時から始まります。はい、入場料たったの1000円でございます。はい、はい、チケット発売は7月15日土曜日から、発売します。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、アニソンです。来ました。アニソン3、はい、7月30日竹丸ホールで、開催いたします。はい、影山博信さん、うん、遠藤正明さん、うん、北谷宏さん、はい、ね、We Are とかものすごくヒットしてますからね。すごい。はい、このアニソン、はい、3人の歌で盛り上がりましょう。まあ、なんと、灼熱のサマーライブイン生駒でございます。はい、はい、料金は
4500円、はい、はい、4500円でございますので、お急ぎお買い求めくださいまた、はい、7月30日竹丸ホールです。よろしくお願いします。はい、諸虫商店磯部さん、楽しいクレイアニメで、はい、これ粘土細工した動物や人間の動画を、はい、スマホで映画を撮る、はい、アニメーションを撮る、非常に楽しい、うん、親子で楽しんでいける企画でございますので、ぜひとも夏休みの思い出にご参加いただけたらと思います。はい、日時は8月の20日日曜日、10時から12時まで芸術会館ミラクで行います。はい、料金は、粘土とかそういう材料も全部込みで、はい、2200円でございます。はい、ただこれスマホにストップモーションというアプリをね、はい、ダウンロードしておいてくださいという状況だと思います。はい、ぜひともご参加くださいませ。鹿の台ホールでヨガを行いましょうということで、鹿の台フレーホールで行います50歳からの生き生きヨガ講座のお知らせでございます。はい、日時は8月18日、25日、9月1日、8月8日、22日、29日、10月6日、20日と、ございまして、料金は、8回分で8800円でございます。はい、予約受付は7月11日から受付しておりますので、どしどしご応募くださいませ。はい、森安バンバンミガロさん、はい、この間は前はマジック教室をやらせていただいたんですが、はい、今回はスカーフによるジャグリングでございます。スカーフ、ね、ジャグリングですよ。ちょっとね、人前でやるのもかっこいいですよ、ね、ジャグリングは。はい、そのジャグリングを教えていただきましょう。はい、7月29日土曜日、11時からと13時半から2回、はい、行いますので、ご都合の良い時間にお越しくださいませ。はい、お申し込みは7月7日から14日までとなっております。料金は2500円、材料費、スカーフもちゃんとお配りしますので、はい、ご安心くださいませ。最後は高夏花火を3倍楽しもう。はい、哲夫さん花火マニアですね。すごいですね。もう花火大会、夏はね、風物詩でございます。いかもでもありません。はい、その花火をもっと楽しんでいただけるように、花火の知識とか、はい、いろいろ学んでいただきましょうということで、はい、竹丸ホールのショーホールで、行います。7月26日でございます。申し込みは6月27日から7月2日、もうギリギリでございますけど、毎日欠員がありましたらギリギリまで、はい、ただ超えても受け付けますので、はい、お問い合わせくださいませ。はい。はい、以上、はい、生駒市障害学習施設からのお知らせでございました。はい。さあ、やってまいりました。はい、やってまいりました。生駒市立病院ですか、はい、の管理フロア、管理フロア、はい、お邪魔しております。ということは今から管理フロアなので、はい、管理されてる偉い人に、はい、まずはご挨拶してから、ロケの方させていただくということで、そういうことでございます。なるほどなるほど、はい、いやちょっとここすごくないですか、吹き抜けの中庭ですかね。中庭もあるし、でこれ結構ね、はい、病院ね、ちょっと体弱くて結構行くんですよ。はいはいはい、結構驚いてましたね。いや私全然病院行かないんで、はい、ちょっと最新の病院ってこんなにすごいやって、めっちゃ綺麗でしょ。めっちゃ綺麗です。外観ももうホテルみたいな。そう、ほんまにびっくりした。はい、さあ院長室にじゃあお邪魔したいと思います。失礼します。失礼します。あ、院長先生、どうもどうもどうも、はじめまして。はい、どうも。はじめまして。この生駒大好きぎゅうぎゅうぎゅうをやらせてもらってます。はい、小山牛太郎と申しまーす。ぎゅうどうしたらいいのね、これ偉い人にするとこう戸惑われるんですよね。これもまたありえる姿で。はい、さあ、アシスタントの。はい、そしてアシスタントミセスミシャの涼香と申します。はい、はい、どうも。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと僕らもここに来させてもらって、はい、ちょっとこう。ぐるぐる回らせていただくんですけども、ちょっとその許可を院長先生に、はい、ちょっといただきたいなと思いまして、はい、いいですか？ OK です。わー、ありがとうございます。ちゃんとお呼び出していただいて、でも院長室なんか入ることないですから ね、 ね、いやすごいびっくりした。もうこちら半分だけにしてください。あ、もうそうそうそう、ね、こっちは、でもせずこれちょっと何ですか？あ、これは手術の絵ですね。はいはいはい。手術の絵、はい、手術をね、したときは、
私は外科なんですが、こういう記録を書くんですけども、まあ、言葉で書く人もいますけど、私は絵を書くので、まあ、大体のいろんな手術の。あ、すごい。これ、胃の手術ですね。胃の手術。ね。胃の手術。これもいいですか？これは、これもいいですね。まあ、食道ですけどね。はい、これで、この手術をしたのを、こう、手術終わった後、こういう絵を描いて。僕聞いたことあります。外科医の先生ってこういう、ちょっと、職人さんみたいな、こう残すみたいな。そうなんですね。ね、はい、そうなんです。院長先生、ちなみになんですけども、はい、ここの病院自体はどれくらいなんですか？はい、病院の規模というのを表す言葉に、はい、まあ、ベッドの数ですよね。はい、ベッドの数がいくつあるかだと、210。まあ、大体まあ、大きな病院、小さな病院あると思うんですけど、はい、大体中規模ということになります。はい、これ中規模になるんですか？中規模になりますね。まあ、診療科っていうんですけど、はい、まあ、見れるお医者さんたちのね、はい、専門ですが、まあ、内科、外科、はい、小児科っていうのはもう十分で、あとはもう、整形外科、脳神経外科、形成外科、はい、産婦人科、皮膚科、まあ、麻酔科、で腎臓泌尿科、はい、まあ、こういうようなたくさんの科があるので、総合病院ということになります。総合病院ですね。なるほど。へえ。でもその診療内容としては、その、まあ、急性期医療というね、はい、その癌とか、まあ、さっきの盲腸もそうなんですけど、はい、まあ、そういう手術をしたりするか、またはその心筋梗塞とか、はい、そういう治療を急性期医療って言いますが、その急性期医療は当然、はい、それにですね、こう、まあ、当院の特徴としては、はい、まずね、年間200人以上の赤ちゃんを取り上げてる。お、産婦人科。あ、そうなんですか。それから、その産婦人科で取り上げられた乳児の、ね、子供とか、はい、それから、中学生までは小児科なんで、はい、その小児科も充実してるんですね。めっちゃもう、ここは、生駒の未来を。そうです。いや、まず、ね、そうなんです。で、もう一つ、まあ、特色としては、ここの地域の救急を支える、はい、救急医療。まあ、力を入れてます、はい、この3つがね、まあ、他の病院とはちょっと違う。なるほど、はい、やっぱり医療が充実してるやっぱ住みよい街、それは上位入ってきますよね、生駒、うん、そうですね、まあ、その一つをね、今日はですね、はい、まあ、当院、まあ、病院の説明っていうといろいろあると思うんですけど、はい、まあ、当院のさっきの特色の中の急性期医療とか、はい、まあ、そういうのの機器ですね、はい、今の最新機器が、まあ、何個かありますので、はい、いくつかそれをちょっとこう紹介して、はい、ありますので、またよろしくお願いします。ちょっと楽しみです。はい、楽しみ。院長先生、まだつい来てくださるんですか？いや、今日はですね、まだ会議があるので、あ、はい、この後は看護部長が、月川さんなんですけど、はい、もう、マダム。そう。もうほんまにびっくり。はい。いつも違うんですか？いやいや、そんないつもですよ。はい、はい。一応ね、いつもね、綺麗な。はい、今日はあとは、辻川看護部長に。はい、はい、部長さんに、じゃあ、はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。看護部長の辻川と申します。はい、これから皆さんを病院内の方に案内したいと思います。はい、はい、そう、はい、じゃあ一階にやってまいりました。はい、ありました。今からはどちらに？放射線科の部門にご案内させていただきたいと思います。放射線部門、はい、治療をするためには体の中でどんなことが起こっているのかっていうのを調べる機械がこちらにございますので、なるほど、当院の放射線技師の方からいろいろと。レントゲン取ったこと？レントゲン取ったことないです。あ、ほんま？はい。え、ありますか？いや、俺はだってさ、入院しようか。あ、入院した時は取るんですか？そうそう、ね、はい、一発目ね。はい、そうなんですね。レントゲンもいろんな種類がありますので、はい、そのあたり詳しくお話しさせてください。あ、ありがとうございます。はい、どうぞこちらです。へぇ、初めて思います。やっぱ、白が似合いますね。お邪魔します。すみません、お邪魔します。すみません、辰巳です。辰巳さん、どうも。よろしくお願いします。辰巳さん、よろしくお願いします。そう、悩んでってなりますよね。すごく自然な、はい、感じで、ちょっとすぐ慣れると思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。中を、はい、じゃあ、中を、はい。レントゲン一般撮影室です。はい、はい、みんなレントゲンって言ったことあるかなと思うんですけど、はい、僕はあるんです。彼女ないみたいで。レントゲンないです。こんな感じなんですね。ないですよ、ね、はい、あれはどうやって撮るんですか？あ
入ります、ね、あ、いいんですか、いいんですか、すいません、失礼します。ここからは X 線が出て、はいはい、体を抜けてここで写真、はい、レント写真みたいな、はい、二次元、はい、あの画像で透けてるやつですね、透けてるね、はい、はいはい、すごい。でこっちが、はい、CT なんですけど、わ、聞いたことあります、 CT、はい、あのドーナツ状のところに、はい、あそこ寝てもらって入っていって、はい、360度から X 線を当てて、うん、音怖いやつですよね。あ、そうなんですか。あれは MRI、 あれは MRI、 あ、それとは別なんです、はい、これまた違うんですか。違います。ドラマですか。辰巳さん、今日なんて説明受けたんですか今日。驚きを。ちなみに なんて説明受けてるんですか。なんか1週間前ぐらいに、はい、なんか親指ぎゅー太郎っていう人が、はいはい、来るから、はい、よろしく。この前でもちゃんとこうね、順番に説明してもらったから。ありがとうございます。すいません。こちら、はい、ここはここにあのレディース病棟って書いてるように女性だけの方が入る病棟になっています。なるほど。はい、分かるようにちょっとピンク色にしてみたり、なるほど、壁紙に少し可愛らしい飾り付けをしたりということでさせていただいてます。なるほど。男子禁制。そうです。はぁ、はい、やっぱでも女性からしたらね、安心して入院できますから、こういうとこがあると、はい、ね、本当や。はい、ここの病棟の中に産婦人科病棟もございます、はい、産婦人科の患者さんもいらっしゃいますので、はい、そちらをご案内させていただこうと思います。はい、じゃあどうぞお願いします。あ、もうやかわいい感じに。はい、ここからは、はい、当院の美人女産師の方にバトンタッチします。はい、よろしくお願いします。はじめまして。こんにちは。はじめまして。はい、4階西病棟で女産師初めて2年目の富田と申します。富田さん、はい、よろしくお願いします。助産師さん、ね、はい、そうです。2年目ですか。はい、今日は案内していただけますか。はい、一応、赤ちゃん2人赤ちゃん見えました。いてもらってるので最後にいいんですか。いただきます。じゃあどうですか。はい、じゃあワンベースの方からご案内させていただきます。さあ、すごい、コマ大好きギュギュギュも芽生えの時間があと分です。失礼します。ワンベース、はい、一応こちらはワンベースになってて、まあ、はい、妊婦さんがどんな状態でも入ってきてもすぐに入れるようなこの廊下からの近さになって。あ、なるほど、すぐ入れるように。分娩室ってことはここで出産が、はい、そうですね、一般的な正常。あ、なるほど、はい、もうここでじゃあ普段は入れていただいて、あのこのマットとか取ってあの足の上って、はい、開く。へー、すごい。なるほど。基本的に、あ、はい、違う、助産師さんはい、もう出産の時は基本助産師さんが立ち会うってことになるんですか。そうですね、特になんか異常なあの問題がないような妊婦さんだったら、うん、メインは助産師が見させていただいて、生まれる時に、先生を呼んで、はい、ああ、なるほど、はい、最後の、へえ、はい、していただく。すごいお仕事ですね。うん、富田さんはもう今一人でもこうやって先生呼ぶまで全部してあるんですか。使用させてもらってはいい。すごい、すごい、まだまだ先輩方に、いやー、すごい。これはちょっと聞いておいてよかった。偉大なお仕事ですね。各ドクターとかいらっしゃる、どこでもこう助産師さんが活躍されてる場っていうことね、本当に大事なお仕事ですよね。素敵です。じゃあ他にもなんかこう案内していただけたりするんですか。新生児室、じゃあ案内させていただきます。新生児室、はい、俺ちょっとさ、ちょっとあんま、あの自分で言うのやから、あんま切れちゃう。雑菌とかありそう。言い過ぎやろ。はい、行きましょうか。触るのは、見るだけで。もちろん、もちろん。ここの子はちょっと本当に今生まれたてで、何も量子得てないんですけど、この子は。
15日生まれの子になります。男の子ですね。2日目ですね。2日目の子になります。2日前にお腹の中を折ったってことですもんね。そうなんです。結構顔がはっきりしてて、しっかりしてるわ。もう二重ですね。そうですね、羨ましい。すごい。2日目やったらまだ目とかもあんまり見えてないですよ、ね、僕独身なんですけども、赤ちゃんが欲しいです。ここは、フォトスタジオになってまして、はい、生まれた、まあ、入院期間中いつでもいいんですけど、はい、基本的に結構皆さん帰る前とかに、うん、あの旦那さんと、赤ちゃんとお母さんと3人で撮られる方が多いんですけども、すごい記念写真、はい、すごい、そんな感じで、ちょっと助産師の方が何名かでこう過ごして、ね、あ、こんなのもあって、へー、あ、お名前書けたりするんですか？そうです、なんか自由に書いていただいたり、ここに寝かせて、なんかこう、いろいろ装飾っていう。なるほど、寝てる赤ちゃんの写真撮れたり、はい、はい、それでは今から高気圧酸素治療室というところにご案内します。はい、はい、高気圧酸素治療室、酸素カプセルです。あ、それは聞いたことあります。大きなカプセルがありますので、100分は一遍に近づく、どうぞご覧ください。酸素カプセルってなんか最近ね、なんかちょっとこう治療院とか、なんかその町のなんかなんですか、整骨院とか置いてるのとか。あら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 、え、これはそうですか。すごい、では説明の方お願いします。こんにちは、はい、臨床工学技師っていう仕事してます、小谷と申します、はい、あ、小谷さんどうも、よろしくお願いします。酸素カプセル、いわゆる酸素カプセルって、いや、カプセルの医療版ですね。医療版ですよね、はい、だからちょっと大きいですよね。だからマッチで見る整骨院とかのやつ全然ちゃいますよね。全然ちゃいますね。やっぱこの医療用とか病院用やから、その、効果も全然変わってくる。効果も、はい、そうですね。これは普通の町にある、はい、町っていうとあれですね、整骨院とかになるのは大体 1.34 気圧ぐらいまで上げて、はい、で酸素濃度も 35%、はい、40% ないぐらいまでなんですけど、はい、当院の機械は2気圧まで加圧が可能なのと、はい、で酸素も 100% の純酸素を吸っていただくので、効果は多分10倍、20倍ぐらい違うかなと思いますね。これってどう、あ、ちなみにこの酸素のこのカプセルっていうのはどういった効果があるんですか？効果は、まあ、一つ言うと血中の酸素濃度をグッと上げる、はいはい、とあとあのどういったんですかね、こう、まあ、健康増進とかですね、はい、あと酸素って殺菌効果があるので、はい、そういう効果もありますし、あとあの気圧を上げるので、はい、こう気体を言ったらこう腸がパンパンに腫れてるのをこうギュッと、はい、小さくしてあげるって、はい、ありますので、いろんな作用が組み合わさるので、こうたくさんの診療がの病気に適応が、あ、なんか万能の治療好きですね。治療っていうか、まあその治療を助けるような助ける、うん、補助的なものになっていくんですけど、なるほど、めっちゃ興味あります。はい、めちゃくちゃ興味あります。一回入ってみますか。待ってました待ってましたね、今。ありがとうございます。あ、これ取れるんですか？あ、取れるんですか？いや、それ取れますよ、そんな。そんな覆面レスラーちゃうんですから、取りますよ、そんな。大丈夫、こんな感じ。へぇ、じゃあ中入っていきますよ。はい、はい、すごい。あ、まあ、でもそんなにね、圧迫感はないかなと思うんですけど、はい、あの、スケルトン安心しますね。うん、昔はね、こうあの鉄、周りがもうほぼ鉄でできてるようなのが治療やったんですけど、それは確かにちょっと怖いですもんね。なんかすごい、すごい煙とか出ないんですよ。出ないですよ。一回締めだけ、一回締めてみますね、はい、重厚の。
本当にこう入ってるだけで、はい、あとあのもう使用開始すれば酸素に置き換わって、なるほど。で、あの1時間が治療になりますので、1時間ここでゆっくりしていただくっていうのが治療になります。なるほど、なるほど。動きますね。はい、さあ、ゆうたろうさん、お疲れ様でした。ちょっと、すごいな。なんかすごいもん経験させてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。ここはですね、あのダヴィンチサージカルシステム、ね。はい。ダヴィンチ、ね。実際にあの、ロボット支援下手術。はい。ロボットに、はい、助けてもらって手術できる機会を、はい、今回特別ご用意させていただきます。すごいですね。ドラマとか映画とか、本当ですよ。そうなんですか。手術をする時代。へ、ね、はい、このごめんなさい、ちょっと仕組みがよく分かってない。実際は、はい、こっちが患者さんに手術する機会。はい。はい、でこの機械勝手に動いたらやっぱ怖いので、はい、こちらの機械で、あの、お医者さんが操作をして、うん、この機械を動かす。なるほど。ちょっとそれでもすごいな。遠隔なので、うん、部屋が違っても手術ができるみたいな感じ。なるほど。それはお医者さんがこう自分でやるのと、このダヴィンチを介してやるのではどういう差が、まあ、ですね、やっぱり、うん、あの、傷口が小さく、で済むんですよね。やっぱ内視鏡手術があるんで、なので退院が早かったり、うん、あとはあの人間の目で見えないところまでちょっと奥まで見えたりとかしますので、もういったのあの最先端医療の一角を担うようなシステムですね。いこまり最高の最先端があるわけですね。開頭所からっていう、はあ、なるほど。これでこう操作したらこれ動くみたいな。でもあの今回ちょっとあの手術のじゃないので、はい、実はこっちを動かしてもこっちは動かないんですけど、はい、今のこっちにあの先生が手術を練習するようなシステムを組み上げましたので、はい、すごい。これは実機なんですけど、実はあの触ってもらってもいいかなと思って、えあのご準備はしています。いいんですか、いいですか。ゆうたろうさんそれいけます？ゆうたろうさんそれいけます？えなんか頭の邪魔そうやし。おっと。いけますよ、ギュータさん。いや、いけるよ。いけます、ギュータさん。いけなそうやから。何なんだ。私やりたい。実際は、あ、そうか。はい。合わせますわね。これはどうしたらいいんですか？足にもペダルがありますね、うん。おでこつけてもらって。はい。俺、できたで。で、指が、まあ、はい。この指。はい。中指と親指をこう入れてください。ここですか？はい。いや、ここ。そうそうそう。はい、で、こう、あ、おでこつけながら、はい、で、両手をカチカチってやるんです。まあ、多分動くんですよね。おお。で、ね、できたらね、上から、はい、あの上から2つ目、はい、真ん中。そうそう、そこをカチッと押してもらって。あ、もう、そうそう、カチカチ。うわ、すごい、もうコントロールを動かします。はい。右下の、はい、ランチエクササイズって、はい、それカチカチ。俺やりたかったちょっと動くでしょ。勝手に動きます。いや、すごい。すごい。実はこんな感じ。で、あの こっちで見えてる画像を、はい、こっちにこっちで出してますわ。上手です。よし。いや、難しい。あ、取れた。今度それ右手に持ち帰ってもらって、めっちゃ楽しい。はい。でね、実際あの そこに置くんですけど、はい、カメラもね、あのこっちの左足の前のところにカメラあるんですよね。それ。はい。それ踏んでもらって、はい。で画面をね、つまんで引き寄せてもらうと、うわ。そう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 。すごい。でカメラを外してもらうと元戻るので、それで手そこの光るところに入れていただければ。あ、カチカチ。そうそうそう。うわ、楽しい。生で光るので、めっちゃ楽しい。本当のお医者さんもこれで練習して、練習して。うわ。普通折れちゃう。ここは病院の何階で屋上になります。はい。前には生駒山が。ああ。素晴らしい。すごい。
はい、一応不条理声援の形にしてて、はい、本当は季節の花々がついこの間まであったんですけども、ちょっと入れ替えで花がながら今はないんですけど、このスペースは普段何に使われるの？まあ、患者さんなんかでリハビリをされる方とか、はい、こちらに来て一緒にリハビリの人と訓練したりとか、まあ、それ以外の方でもちょっと息抜きにいただいたり、いいですね、本当にね、はい、コマは特にね、空気も綺麗ですから、はい、気持ちいい、いや、すごいね、こんなんまであるんですね、はい、じゃあ今日はね、我々からお礼にと言いますか、はい、もしよろしければサインになります。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、飾ってくださいね。はい、みんなに朝礼があるので、月曜日、はい、朝礼でちょっと紹介をしながらじゃあさぞかし、ここベッドが200台があって、はい、職員さんも多分まあ100人ぐらいいらっしゃるんですかね、はいはいはい、よかったですね。これで登録者数もまた300が増えましたから。ね、ありがたい。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に生駒市立病院さんから何かお知らせがあれば、はい、お願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。普段はね、一般の患者さんにお見せすることができないようなところも実際に見ていただいたということで、はい、この YouTube を皆さんが見ていただけると、はい、もっと病院のね、ことを深まる。はい、見ていただけるんじゃないかなというふうに思っていますので、はい、とても期待しています、はい、で地域の皆さんのためにこれからも職員一同頑張ってまいりますので、はい、これからもよろしくお願いします。あ、もう嬉しい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。頑張ってね、視聴者数を増やして、はい、この回みんな見ていただけるように我々も努力したいと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、今日もいかがでしたか。こんなにすごかったです ね、ちょっと見たことないことが多すぎて、ね、ほんまに、なんか、まあ勝手なイメージですけど、うん、やっぱりこの最先端とか進んでる病院ってちょっと怖いイメージあったんですよ。そうそう、先生とかも、こうなんかね、みんなピカピカって動く感じイメージあったんですけど、もう看護師さんも先生も皆さん気さくで、ね、ほんまになんか、はい、ちょっとこう、あ、何こう身が引き締まるというかね、うん、いいところも見れたしね、こう一個もなかったら本当に安心して、はい、暮らせるんじゃないかなと思いますっていうか、はい、おった、いましたよそのずっと二人がその院内をね、うん、見てる間後ろで見学してましたよすげえ、俺もやりたかったダヴィンチって思ってましたよ見てくれてた、見てましたよもう最後に現れたということは、はい、はい、じゃあ二人が月一でやるネタのコーナーですか。はい、はい、いいんですか、こんな紹介の仕方どうもーねー、食べ物は口から食べるのが良かで、えお尻から食べるのが文太ですってなってもらうから、ミセスミシャです、お願いします。いや、いきなりなんですけど、僕高校生の時の職業体験でお医者さん選んで病院詳しく見てみたかったよな。あー、ほな私がお医者さんやって職業体験させたるから、うん、その代わりご老人が安心して暮らせる世の中にしてな。帰りに滞納してる現金払います。え、今日職業体験する高校生、藤田です、よろしくお願いします。藤田君、病院のことどれぐらい知ってる？ドラマで見たことあるくらいですね。病院ってほんまに派閥争いあるから気づけや、ほんまにあるんですね。うちも大変やで、ね、あ、なんか誰が継ぐのかとかですよね。いや、医者になったきっかけがナースのお仕事かコードブルーか、そのもん世代によるでしょ。もうこの争いすごくて、もう争うことじゃないですよ、きっかけなんて。でも私は一匹狼。伊藤さん何なんですか？全裸監督。どこで、あれのどこを見て医者を志すんですか？まあ、とにかく早速診察していくんで、はい、隣で見ててくださいね。はい、高橋さん、何？今日どうした？うわー、急に距離詰めてくる苦手なタイプの先生や。あ、カルテ書いてある。高橋さんといえばテンパ、テンパといえばパパイヤ鈴木。患者の特徴マジカルバナナー。もっと他に書くことあるでしょ。もっとパパイヤ食べましょうね。何やその診断結果。次、これ見てください、はい、最先端の手術支援ロボットダヴィンチ。ダヴィンチ、うん、ちょっと触ってみる。いいんですか、うん、うわー、すげー。え、何？緊急患者？え、ちょっと藤田君、お医者さん呼んで。いや、伊藤さんお医者さんでしょ。いいから早く。あ、この中にお医者さんはいませんか？誰かお医者さんは。私は医者です。知ってますよ。これ一回やってみたかった。時間の無駄。藤田君、ダヴィンチでどうにかしたい。いや、先生がやってください。それは無理よ。なんで？だって私今日医者初日やもん。もう新人やったんかい、萌えは。どうも、あでしょー。
すごない2人。え、やった。いや、こうやってロケ散々やってたやんか、はい、でさ、いきなりやってネタせんと急にネタできるもんやねんか。めっちゃ感じました。いや、あれぐらいは全然よ。普通ちょっと一回合わさせてくださいとか。はい、オッケーやったんですか。オッケーよ、すごい。すごいな。それ、あ、なるかなと思って。いや、これ毎回やった方が、あの、よりちょっとこう、目で上がるんちゃう。そんなにめっちゃ鍛えられるんで、ありがたい。すごいね。さあ、次回は、はい、次回はですね、8月1日の配信でございまして、はい、羽ばたきホールさんで、はい、羽ばたきピアノが、あら、はい、前回の私せせらぎピアノって、はい、ちょっと一人で行かせていただいたのも、はい、羽ばたき版でございます。なるほど。次はね、はい、なんとしても、そのほんまに前回その行けなかったのが、僕ほんまにちょうど入院してた時です。そうなんですよ。タイムリー。あの入院で、そうだから、次回は、はい、参加できるように、はい、はい、あの体調整えて、はい、行きたいと思います。はい、はい、じゃあ次回も、見てください。サンキュー。